ジュピター全域残っています。スリーオンファイブ生き残っているのはデップハレ、そしてフィーズ。こうなるとリジェクトは1人が最低2人を持っていくような、スーパープレイが必要になります。さあランプ3人固め、この配置はどうなるのか。3人で動き回って一気にキルを取って回るというのはいい判断だと思いますが、対策次第ですね。ハレカーボールを構えている。カーボール勝負に出た、デップのダブルキル。ただこれガチ解除だ、バンザイ周回している。いややめた、残り1名。もうカバーした、まずい判断でしたね。今カバーしなければそのまま倒されてしまってましたね。必要な形になりました。裏からレイター、アレスのカバー、しっかりジャンプしてましたからね、入るのも見えてました。トレイルブレイザーも A 側から飛んでくる。ガイディングライト、トレイルブレイザーもね、直接当てるとダメージになるのでバカにならないんですよね。ハレシェリフでクロを落としている。いやー、ここアレス、これ強いですね。抜けますし、玉風なんとか取り返しましたが、そうですね、ここは応募を取ってアルティメットを早くアップさせたいという意図が見えます。デップのワンオンスリー、あえてスパイクは取らない。スパイクはそうですね、取られている可能性もありますし、正直その情報を取ることはできませんが、この竹杖の位置、いやー当たりましたよ、体力削りました。竹杖は位置を変えてもう一度交戦、最後は竹杖、そしてアレスをまたスムーズに設置できるかどうかですが、サイト上のバースでダブルキル、上からですか。スパイク落ちて残り時間が少ない、可能性ありますね。ガイディングライト、ハレンダブルキル、一気に人数差を覆した。 HP は少ない、ここはハットハンドで回復。さあレーター、アレスでのリテイクになります。この位置はどうだ、取った、ルオンツ、雷の HP が少ないぞ、取れたのが多いですね。最後の1人1名、雷一人を返している、残り1名、ワンオンワン、もしかしたら、いや一瞬見えたか今、どうだ、ペイントダン、いや両方警戒してますね。いやーペイントダン当たってる、会場音のフェイクが、あー、インセンディアリを無視して強引にランプを取りに行く。本当ライトバック対策がうますぎる。またライトバック空振り、しかもライトバックの踊り先狙われましたね。オービタルストライクで落としました、完璧な立ち回り。いやそれでいてまたこれ設置中を狙いに来る可能性ありますよ。飛び込んだスモークの中、いちいち交換、いやデップが有利か、ダブルキル、3対2、いやここもオーディンだ、残り1名、ノリセンが1人返している、ワンオツ、ただ人数有利でありますが、問題はこう設置をスムーズにしに行けるか。クロー、アビリティはフルであります。ショートストッパー、これはワープゲートに逃がさない、当たってはいないか。そうですね、逃げれましたね。あと30秒、これ勝っちゃうぞ、1対1、オープン設置ができたのでかなりそれは強いですけど、あちょっと焦りがあってカメラミスってしまいましたね。イーズクロートのワンワン、飛び込むタイミング、おお今のはフェイクですかね。 HP を消せたか、打ち勝ったフィーズ、お見事です。フィーズ残り HP30、映画行きますか。スパイクを持ったデップが、ああ姿が見えてた、竹杖を落とす、 A プラント、考えるしかないですね、残り時間少ない、ハレが落とされる、設置はできた、11交換、爆発注意、今度は乗り手のショートバース、頭一つしっかり抜いていた、2オン3、さあフィーズとデップ、うーん配置的にはそれほど強くない、リコン位置がバレてしまう、フィーズが勝負を仕掛ける、2オン2、分からなくなったぞこれ、壁抜き、オペレーターをケアしてます、フィーズのダブルキル、最後もフィーズだ、やはりこの男、あと30秒、設置まで持っていきたい、どこにいるか分かってる、ニューラルテント、一気に行きますか、 B 側ニューラルセントで位置を確認してすぐさま飛び切りました。さあリコン周り位置がバレてしまいますが、ここはログ設置、いやペイント弾もあるのでここは一旦配置を変えます。これでアブソリュートジッターリテイクの形ですね。お時間ギリギリでオープンで切り替えてた、切り切り間に合った、クローがデッポを抜いていく、危なかったですね、スリーオンスリー、いやバースハレ落としている、いやーこれフィーズの利点、人数有利ですよ、フォーン2です、このディフューズブラッドパックエントリー、これ止めれるのか、足にしか当たらない、いやー止めるの難しいですね。データはしっかりとフィーズを抜いていきました。
しゃがんで浮いているのでヘッドショットラインは合わなくなりますが、ここは外さない。ハレセリフ、ハレの強い部分がしっかりと出てますけれども、いやー通り前歩続く。武器をこれ奪いに行きますかね。オービタルストライクで B ショット進行を止めてはいますが、本命は A だ。いやー C カーも飛んできてるんだけど武器も取れない。さあ C カー、これは B 側の2人に反応しているので A 側には気づかない。いやーラズかなり削られましたね今ので。 3-on-2 A 側もう入れて、これ設置は安全に行えそうですね。デップがヘブンを取っている。いやーこのデップの対策をどうやって行うかに注目です。 C カーでデップの位置は分かっているとは思うんですけれども、ランプにはフィーズ、デップ、武器はいらない、シェリフだけで十分だと。ハレ、デップ、ノリ戦、今のところキルログが全てシェリフです。これすれ違ってるぞ A サイトも。特殊スクリーン越しデップ裏を取っている。いやこれは刺さるんじゃないか。このすれ違いはどうだ。デップのこう行くタイミング次第では完全に刺さります。絶対これ気づいてない。いや刺さるぞデップ、完璧に裏を取っている。まずは1キル。さあこれで裏に気づきました。まずは一斉に裏を倒しますよね。 HP は削っています。ラズスモック抜き抜いた、さらに抜いていく。森線がまた裏から来てますよこれ。あそれも仕留めた。ワンホーか。いやー取り返す。ただ設置位置をずらしたことによってこれ打たれずに済みましたね。リゴン映っている。映ってる。バースがサイトライン、かなり削られてますよこれ。バースのこの位置気づけるか。デップレーターを返している。4対4ノリ戦もそれに続いている。ノリ戦ダブルキル、バースチーズを落としている。残ったラクロー、最後はデップだ。今度はリチェックがやり返した。しかもこの取り返し方、このリジェクトの置いてはいますが落とされる。スパイクも落とされバースがダブルキル。レータもそれに続いてノリ戦を落としている。ここに来て急に攻撃的な動きを見せましたが、問題はこのハレの抜けにどう対応するか。オールドローン、シーカーを打っている。これ続きましたね。いやーレータビンドダブルキル。いやー持っていけない。いや見事詰めるトレイルブレイザー、かなり丁寧に丁寧に攻めますね。アビリティもしっかりと合わせますね。カーボール、お互いフラッシュで目が見えない。サイト内ラズがハレを落としている。サイト裏にはまだノリ戦がいるぞ。大気に入りました。ここバース、エルボーにはフィーズ、スポーンからは雷とデップが、いやー全域残ってますからね。リテイクに入ります。よく考えられてますね。まだ設置はしない。サイト内雷がバースを落としている。スパイクを設置、はい、最後の一人だ。いやーこれはかなりデップだと苦しいぞ。ワンオンスリー、弾6発、最後はワイヤーを切っている。ガイディングライトを皮切りにクローがサイト内フィーズを落としている。サイト裏ノリ戦も続く。弾にダブルキル、トリプルキルまでは弾が足りないか。ただ雷の HP は削られた。 3-on-3 人数差はイーブン。スネークバイト時間を稼いでいる。エルボニア竹樹ポイズンクラウド越し、すれ違ったか。武器も獲得しましたね。エルボーを取られているという状況が、武器に一番渡しちゃいけない武器がいきましたよ。さあお互い HP が少ないか。ホットハンド前に出る武器、ワンオンツーのハレ、時間がないですね。しっかりと挟み込んでいる。そして武器も奪うことに成功。ヒントだ。オービタルストライクと合わせて一気に飛び込んでいく。ハレが一人返しているが、さあハレはどうする。ライトバックを中で使うというのもありますが、イコンで位置がバレてしまっている。さあ設置が行われた。ここで切ってきますね。ライトバックランプのクリアリング、ただそこにはスカイスモーク、スモークの中にバースがいるぞ。わざとスモーク打って隠れましたね。そしてリグロースでの回復徹底しています。ショーストッパー打ち込んだ。最後はレーターダブルピークを感じさせられませんね。
あれフィーズここは返している。ここはリジェクトらしい部分が出ましたね。力技で来ました。クラウドバーストのいいカバーが入っている。ただラザー見ている。お、なんとかここは行きましたね。タケを落としている。デップがカバー。デップとハレ、このコンビが映画を守り行きます。さすがですね。ティーズダブルキル、ニューラルセフト。やはりこの不規則な動きが刺さってますね。最後はデップ。とはいえ詰めるというよりは寄ってくる相手を仕留める。落とした。あれ分かってますよね。これは大きい。フロムザシャドウで映画に雷も乗ってきます。ただ設置さえできてしまえばバースはあるんですよ。オービタルストライク、インセンディアリーもあります。早めに会場を鳴らす必要があります。さあハレ、ライトバックだ。デップの裏取りが早い。バースのやりたいことは分かっている。こうなるとバースはインセンディアリーを構えることができません。決まってます。残り1名とすでに燃えているか。そうですね。いやしかしショートの裏取りが早かった。デップ雷、雷ちょっと焦ってますただ時間はたっぷりとあります。このラウンドはリジェクトのリ、ああ追いついてきましたね。特にこう B でのやりたい動きなどをしっかりと潰していますし、今細かいところですけど今のラズの、まあ、ランプからの抜けですよね、はい、もしっかりと分かっていて対応しましたからね。ハレが姿を取ってますね。さあトレイルブレイザーに対してパラノエで返しましたが、それに対してこれはアンターフェリー乗り手が落とされている。さらに2人の位置が分かっている。雷強気に守ります。フィーズの前目配置を崩しません。苦しい時こそ前に出る。これがリジェクトスタイル。この間にこれ A 飛びますよね。が寄っていますが、ここで C か。タイミング絶妙ですよね。残りが3人になった瞬間にこの C か。一番相手の位置を知りたいタイミングですからねこれ。じゃあ相手体で受ける。彼と竹ジェデップのオペレーター、ラズを打ち抜く。前に出るデップ、ショートパス。データが見ていた、決まってしまうのか。フィーズの体力がここに来て響いてますね。かなり削られてしまいましたから。ポジショニングも行っているアブソリュート・ジュピター。過去何度もこの苦しい状況を打破してきたフィーズですが、ワンオンスリー、これ着地音が暴れます。打って消しますが、それでも気づくでしょう。この2段に徹底した上下2段。デップ気づいたかな。いやー落とされる、ね、クワッドピーク。竹ジェイも雷を落としている。クワッドピークなんて言葉初めて聞きましたよ。初めて言いました。まあまずないですもんね。さあ B サイト守るのはフィーズ。圧倒的人数差2対5。ノリ戦の HP も削られてはいますが、一応カメラで情報は見えていますが、カメラは食らっていない。ただ落とされてしまう。残ったのはノリ戦。体力ないですね。パーフェクトラウンド、ね、スローで出てくるだろう。読んでのオールドロー、前に飛び出た。ゲッペが刺さる。ダブルキル、ダブルキル止まりか。バースのカバーがいち早かったですね。この対応の速さもアブソリュート・ジュピターらしさですよね。サイトナイ、雷が落とされる。3オン3、すでにリジェクトは寄っているが、アブソリュート・ジュピターの猛攻を止められるか。これで無理をせず丁寧に入っていきますね。無理にピークはしません。ただ一時効果、ノリ戦2オン2。残ったのはノリ戦、そしてフィーズ。難しいところですね。スモークがそろそろ晴れてしまいました。ヘブン下のプラント。さあバース、ここでゲージの切れ目、勝負を仕掛ける。ワンオンツー、無理はしません。今のように抜いたところにあえて入るっていうのが強いんですよね。そしてパラノイア。いやーレータとバースのこのハサミ、しかも同じ方向に2人固まることによってカバーがしやすい状態を作りましたね。上には乗れなかった。やっとノリセンダブルキルだ。ワンオンツークラッチ。レイターを倒すスピードがちょっと速い。アビリティの使い方には定評があります。これはハンターだ。ハンターズフィーリー、ノリ戦、これは A の進行を止めるハンターズフィーリーだ。時間も長くなってきましたからね。当たってるぞ。当たっている。2人が見えている。さあデップもいるぞ。残り時間が少ない。5秒、
飛び出すか、デップ飛び出した、謎を落としている、設置の位置も上がっている、ダブルキル、しっかり対応していく。 A 面に対してペイントダウン、しかし A ショートからは竹勢、レイターはまだバレてないですけども、竹勢リザレクションだが雷が解除している、半分まではいってるぞ、飛び出したレイター、ここは落とされる、これは解除間に合いますね、ここは解除成功、見事、武器はちょっと拾いに行けないですけど、残り1名、飛び込んだノリ戦、壁抜き HP は削られるが、ね、冷静にクロウが落としていく、ブラストパックでのピーク果敢に攻め込みますが、釣れたか、自主交換、ハンターでフューリー、いやこれはあるか、スパイクキャリーが落ちる、スパイクキャリー落ちた、ブレイズとホットハンドはある、いやー、電池は止めたが、タケシェイが見ていた、そうですね、バリアオーブを置いた時点、これはクロウ勝ったからな、クロウのショーストッパー、いやー時間稼ぎしましたね、なかなか攻め入れない、リコンも壊される、パラノイアも食らっていない、絶対絶命のリジェクト、飛び込んでいく、デップ道を切り開けるか、そこにはラズ、ピーズがオーディに1枚返しているが、なんとかダメキル、残ったのはフィーズ、サイトライン、最後はラズのショーティー、4人抜きです、モーターの周りが躍動感があります本当に前も話しました、急にエルダーフレームダサく見えるんですただ A ショート進んでいますよ、オールドローンのタイミング、ちょうど見えたか、ハネが飛び出す、ただそこにはクロウ、そしてペイントダウン、おっとこれは壁が跳ね返ったが、それでも構わないとクロウが進む、雷はどうだ、スパイクは落ちたが挟まれる形、チョコボルト飛び出すがそこにはレータ、対応されていきますね、残ったのはフィーズ、突き崩される A の牙城、フィーズ目の前に離婚、位置がバレてしまう、いやーあの位置強いな、これにはキッサンも壊していた、壊しましたね、さあハンターでフィーリーバサーかまって1、いやー時間かかる、今度ショーストッパー、いや壁抜きか、チャージ切れ、残り HP は削られました、5対5でのリテイクになります、あ右がだいぶ削られましたね、これデップのショーストッパー、パラノイア、となるとワンチャンスありますけど、データのオペレーター、タケジェバース、ここまで完璧なのか、アブソリュートシフター、とこのラウンドは乱暴になってしまったか、詰めてもダメ、お雷フリック、ただリジェクトには回復手段がありません、やったらリザレクションを持っていた竹地を落としたの大きいですね、銃口が見えたか、ここはデップ、先制離脱させてはくれないラズ、残り HP が5に流れなりながらもデップを落としています、さあ3対3釣りましたね、今回ショート2でかなり手前守りですし、お互い痛み分けのようなデュエリストが落とされています、しかもこれで詰めて情報を取りつつ、もしメインに来られてもこのカメラってフィーズのカメラですね、あ裏取ってる、いやこれアラボットがあるんですよ、いやデータ落としている、そして雷の裏にはさらにフィーズ噛み合っている、リジェクト執念の1本、前半最終ラウンドもぎ取ることはできるか、ラドリ早いですし、ラズの体力ないですからね、これは取れる、ダブルキル、取り切った、取りましたね、前半9対3でのそうですよね、なので A が固められると、 A 側にはデップ、お雷開幕いた、パラノイアも食らっていない、雷と晴れ、キルが続いている、取らなければいけないファーストラウンド、おっとただ味方を燃やしてしまった、大丈夫かこれ、カメラがやられた、果敢に打ち合っていくか、クロウフィーズを返している2オン3 A ショート、クロウのダブルキル、サードが1人ずつ削られてしまってますけれども、クロウは体力マックスですよ、そしてブーンボット、オールドローンでクロウの位置は分かっているが、いまだにラズの位置、いやタレットがあるか、ヘブン社にいるのは分かっている、あ先にヘブン社を潰すか、残り1名、残ったのはレーター、いやノリ戦、ワンオンワンですけども、ノリ戦のワンオン、情報が行き渡っているので出ますが、ブラストバックを使ったエントリーだけで落としているデップ、使った、
ただレーター、11交換だ。血が行えるか、パラノイア、ペイントダムあさって、モーター裏はかなり危険な状態。あれ、果敢に攻め込む。バースかなり削られてますよ。ヘブンシャニアデップ、いいデップと雷のポジショニングがかなりいい。ハレもまだホットハンド残してますから。おっと、今頭1個は見えたか。いや、ハレのゴロポジション、いや一気に抜かれた。スノースリー、いや残ってる2人が体力ないんですよ。ショートからラゼン、残り1名、モーターもレーザー抜かれちまった。本当に時間をうまく使っての、いい意味で今のアブソリッドジュピターの取り返し方。おっ、飛んでる。ファンタムフィーリー、雷のこのポジション、あえて勝負しに行く。晴れと雷、できるだけ広くエリアを取りに行ってますね。逆境だからこそ前に前に足を踏み出します。リジェクトらしいいい攻めです。打ち合う雷、マイクを設置。残ったのはバーストしてラズ、状況は圧倒的に有利ですね。もうラズが下がってでもちゃんとバッキーだ。カバーは入りましたが、1人削られてしまいましたね。4対3、強いですね本当に。雷、そしてフィーズが落とされる形。難しいところですね、これ3人生き残ってて、武器の状況でいうと3人ともフルバイできている武器なんですけれども、まあ、人数差というところがありますからね。クロウがいつの間にかバッキーを手に持って D 側、ショーストッパー飛び込んでいく。さあ来た、このいや、クロウのショーストッパーだ。このエントリー、そしてこのペイント弾で足が止まる。敵1人だ。残ったのはノリ戦。ノリ戦今少し球を打ってしまったので位置はバレていると思いますが、あと30秒、ちょっとバレましたね。いや怖いな、裏取りの竹知恵です。無理には詰めない、確実に獲物を追い込むかのようなアブソリュートジュピターのこの動き。サイト内ではクロウのバッキー、いやただこれラズのポジションが欲しいですね。シャッターも別に開いていない。あと10秒、最後はバッキー、そして武器もいただきました。このラウンドを落とす、ショーストッパー横にはラズ、ただここは落としている。しっかり見ましたね。ガーディアン頭1個、ここはバース。ノリ戦がレーター落として4対3。あえて勝負に行って1人削る動きはしましたが、人数有利ではあるので設置はできるでしょう。 A ショートにいるフィーズ、いやー リジェクト配置徹底しますね。誰もサイトの中に入ってません。バースは相当 A ショートを警戒しています。ワンメスモーク、裏取りの雷、通った、無理はしません。そして雷を続いて晴れがバースを落としている。雷が最後たけし、いやーこれ特殊な配置ですね。バースもすごいとこまで行ってますし、それでいて、おお1人削った。タケジェがショートレールデップを落とします。これレイタも情報がちょっとわからない状態なので、ハレの動きが、これレイタン刺さりました。ここはラズが雷を落としている。いやーこれスパイクが落ちてなければどうだ。ハレスパイクを回収しないと A に行けないぞ。単発打ち当たらない。最後はフィーズ、ラズも落とされている。裏回ってるの分からなかったですからね。分かってれば早めに A に運んでいたところでしょうけど、あースモークで封じられた。この位置飛び出すか否か、目の前には3人、ね、行くしかない。覚悟を決めたフィーズ、3人で抑えた。最後はラズが決めていった。いやお互いがすごい動き回りましたね。はい、相当警戒しているようですけれども、ショート5人の配置、いやこれリジェクトはショート取り返しますか。いきそうですね。いきますか。ハンターズフューリーと合わせ一気にショート飛び込んでいったリジェクト、一時交換。いやー雷のいいカバー、いやいやリジェクトが有利か。2対3、ショートを取り返してリジェクト。ただジュピターも迫ってきている。ハレまずは1人ワンオンワン、いやワンオンワンだ。ノリ戦の位置はまたしてもクロー、そしてノリ戦。ハーフ解除決めたのに粘り切る。9対12、分かっていてね、見られてもハーフまでは持っていった苦労ですけど、はい、ノリ戦の対応が一歩上を行きましたね。いや今アブソリュートジュピター側もハンターズフィールワンオンワン取り切る。ただすでに A 側に3人いる。
サイト飛び込んでくる。飛び降りてきた。バッキー。どうだ。レーザー。レーザー。どうだ。A でキャリアダウン。ツーオンツー。バッキー。いやー削った。残り1名。ワンオンワンだ。残り1名。ただラズはまだ遠いので設置はできると思いますが、ラズとデップエース対決近づいている可能性もあるので、ちょっと設置が怖いか。これ A メインバリアゴブがあるのでちょっと警戒できないですよね。これはバリアゴブがそろそろ壊れる。はっはっ、あと10秒見えてる。ああ13対9